兵庫県立西宮高等学校は、兵庫県西宮市上高等園2丁目にある、公立の高等学校。同市には、同じ公立高校の西宮市立、西宮高等学校があり、両校を区別するためから、県立と呼ばれることが多い。演劇と陸上と吹奏楽とサッカーの競合校としても有名。以下の3つの都がに分けられる。普通か。 音楽科の推薦入試は、喧嘩全域から出願可能である。国際経済科は2010年の新入生から募集停止。普通科は倍率が1.4以上と高めである。県政生成の8割が普通科の生徒である。2007年度から2010年度まで以下の類型に分けられ、新入生は入学時にいずれかの類型を選んだ。 2011年度から単位制となり、幅広い選択科目の中から自ら履修科目を組み立てる形となった。通称、音科。兵庫県下の公立高校では唯一の音楽科である。1983年2月創設。それぞれの楽器において、講師を招いて行われる特別レッスンや、毎年秋に開催される定期演奏会など活動が盛んである。また、 日本だけでなく世界規模で音楽活動を行う卒業生も多い。各学年の9組が音楽家のクラスにあたる。通称、国常。1994年までは商業家であった。本校の前身が商業高校だったことから開校時以来の伝統を誇ってきた。1990年4月より商業家内に国際経済コースが新設され、 1995年4月に国際経済科と改編された。英語や第2外国語の学習重視や簿記検定、英語検定、ワープロ検定などの難関資格の取得ができることから人気がある。各学年の一組が国際経済科のクラスにあたり、学校内では一組イコール国業を表すことが多い。また、国際経済科では厳しい教育を受け、 国際経済科 OBOG には難関大学出身者が多い。2010年の新入生から普通科に吸収される形で募集停止となり、代わって普通科の選択科目の中に、簿記、会計、国際経済、経営学基礎などの専門科目が置かれることとなった。2004年1月、 大阪国際女子マラソンにおいて1998年度国際経済加速かつ同行陸上部 OG の坂本直子選手が2時間25分29秒のタイムで優勝。その後、同年8月のアテネオリンピック女子マラソンの代表入りが確定されたため、坂本選手の知名度は地元西宮市で一気に上昇した。県西においても出場を祝う看板が掲げられたり、 するなどして、学校を挙げて、五輪出場を祝った。アテネ五輪本番当日も地元公民館には、多くの地域住民や陸上部員が集まり、深夜にもかかわらずテレビ観戦を行い、大いに盛り上がった。その結果、坂本は7位入賞。後日、県西体育館において、入賞報告会が行われ、全校生徒から喝采を受けた。その4年後2008年3月の、 名古屋国際女子マラソンでは、坂本直子の5年後輩で2003年度卒活、同校陸上部の中村ゆ里子が、2時間25分51秒のタイムで、初マラソン初優勝。その後、同年8月の北京、オリンピックマラソン代表選出が決定、坂本直子に続く同校を応の2大会、連続五輪代表入りに活気にはいた。北京五輪本番レースでは期待されながら、 中村は13位に止まるも、地元市民らは、中村の健闘ぶりに大きな声援を送っていた。2012年のロンドンオリンピックでは、自転車競技、女子スプリントに前田佳よ野が出場。兵庫県教育委員会兵庫県、公立高等学校の通学区域、ありがとうございます。